皆さんこんにちは。大慶連代表の古賀です。川瀬さん。はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。恒例のね、川瀬チャンネルを撮影しておりまして。今日はいろいろ笑いましたね。いやー、勉強にもなったし、笑えた。あなたが唯一宇宙へ持っていけたのは想像力だけですと。あなたの想像力だけです。まあこの辺ね、大慶連の会員の方は、ぜひ川瀬チャンネルで見てもらえればと思うんですけど、今日のね、その川瀬チャンネルのテーマ、メインテーマがイエズス会でした。で、この YouTube の方でも、やっぱりそのイエズス会絡みっていうところで、まあちょっとね、いきなり飛ぶかもしれないんですけど、先日、今日撮ってるのが10月の8日かな。ですかね。先日というか、2週間ぐらい経ちますけど、総裁選がありまして、はい、石破さんが、総裁になり、かつ首相になったと。で、間もなく解散が行われてね、衆議院選挙って話なんですけれども、石破さんが勝ちましたよって話なんですよ。で、私は、やっぱり、願わくば、高市さんに勝ってほしいなとは思っていたんですが、姉さんはね、いろんな事情を鑑みるに、高市さんはないだろうと予想をされていた。はい、そうなんです。その辺ちょっといろいろ教えてください。はい、まずね、よく日本は主権がないっていうふうには言うじゃないですか。でも、それはやっぱり軍隊ではないっていうことになるんだけれども、そうだけじゃなくてね、今回話したイエズス会の話にもなるんで、世界中に何世紀にもわたって、あちこちに浸透してるわけですよね。教育機関とか。イエズス会がね。教育機関もそうだし、政治なんとかね、いろんな形に化けてね。じゃあ、総裁選だけが自民党の人だけで決められると思いますかってことなんですよ。その通りです。だからいろんな意味で、例えば秘書の中に、工作員が入っていたり、様々な方法で票読みっていうのは、もちろん今はもう出てるようなもんだけどね、誰が、石橋に入れたかとかそういうことは。でもそんなのもう分かってたと思うんですよ。なぜかといえば、官邸とか皇帝とかには、もともとフクロウが、ありましたね。ミミズクが。ありましたね。その動画もね、ぜひちょっと見てほしいですけどね。で、国会議事堂の上から見たらフクロウだったんですよ。それも後でね、分かったけど。だからそういう状況でね、もう壁にもどこにも目があるような状況で、というふうに考えると、イエズス会が決めたというわけではないけれども、いわゆるワシントン DC のジャパンハンドラーと言われている人たちとかが、その総裁選に全く関係しないわけはまずないと。コントロール下にあると考えるのが普通だってことですよね。そうです。はい。で、その時に、これはもちろん推測だけれども、高市さんはダメだというふうに彼らは考えていたと。で、それは、なぜかというと、結局彼らからするとコントロールできない人っていうことになるわけですよね。そのコントロールできないっていうか、高市さんはダメなの以前の2022年7月4日に話を戻さなきゃいけないけれども、当然安倍さんが山上に殺されたと思ってる人は、ほとんど我々を見る人はいないと思うんですが、結局その時に安倍さんであれ安倍さん的なものはダメだっていうのが彼らの考えだったわけですよ。意思としてどんと示されましたよね。そう。ね。だからそれはどういうことかというと、戦後レジームからの脱却っていう抽象的な言葉で言ってたかもしれないけど、アメリカから支持されて動くんではなくて、是々非々で、日本の政治家が日本のために、日本で考えたいっていう部分はやっぱりあったと思うんですよ。外交とか。独立ですよね、単純にね。外交とか、そういう軍のことも含めてね、いろんな部分でね。だから、そういうペーパーでもらったものでただ動くのは嫌だと。だから、ロシアとプーチンとの関係も良かったわけだし。だから、それはもうなしよっていうところで、ああいう形で安倍さんが暗殺されて、そしたら今では安倍派っていう言葉でずっとテレビがね、意味不明のようにね、亡くなった人を弔わずやってるように。とすると、それの象徴的な人は高市さんじゃないですか。とすれば、次、また揺り戻しなんて許さないですよ。それは絶対。だから、その部分で言えば、もういろんな工作が入ってね、とにかく、って迷って、選挙基盤が弱い人は、創価学会から支持されなくなっちゃうかもしれない。石破とか、ね、そういう形になるように、いろんな工作が入ってね、結果的に石破さんになるだろうと、私は思ってたわけですね。で、まあそれはだからそれだけ不埒な自民党員もいっぱいいるし、まあまあそういうね、まあいわゆるシナリオ的な話もあるんですけど、ちょっとその話と1個前に戻るとね、石破さんって今回4回目5回目なんかでしたよね、うん、でしたけど、まあ、なかなか苦労されてきたわけですが、うん、毎回毎回人気があると。そう言われてきたわけですよ。で、僕別のね、丸谷さんとの動画ももう上がってると思うんですけど、そっちでも語ってるんですけど、意味がわからない。まずね、うん、一番全国でちっちゃな選挙区でしょ。彼のところね、鳥取ね、50何万人しかいないような、うんうん、でそこでまあ議員、まあ、お父さんの2世かもしれないけれども、結局どういうことかっていうと。テレビでご意見番をずっとやってたわけですよね。まあずっとっていうか、それはどういうことかというと、ディープステートからお墨付きの人だったと、ある意味で。で、それからあとは、まあこれは私はイエズス会の枠なんて言ってるんだけれども、なぜかというと、これは、まあ例えばという言い方、例えばではないんですけど、BS 富士とかは松川るいさんとか出てますよね、参議院。で、彼女は非常にヘビー、ローテーションで出てる人で、あの方ジョージタウン大学で、そして CSIS で、まあ、訓練も受けてる方ということでね。で、やっぱりその、だからイエズス会なのか CSIS というジャパンハンドラーがいると言われてる中枢。そこが人事の、テレビに対する人事の枠も持ってるのかなっていうふうに、ちょっとやっぱり思ったわけですよね。まあ政治家ってね、いっぱい国会議員なんか700人いる中で、テレビに出る人ってほんの一握りですもんね。そうなんです。だからテレビにとって出るってことは何かというと、結局は知名度を上げるってことになるでしょ。だからそれを固定化した、ある程度固定化した人にしてるっていうのは、後ろに絶対何かがあるんですよ。で、その上でなんだけど、その CSIS っていうのは、ジョージタウン大学の、まあ、シンクタンクなんだけど、学外組織になったのが1962年で、だから60年ちょっと経ってるんですが、で、重要なのが CSIS が日経 CSIS バーチャルシンクタンクというのを、2011年の9月からスタートしてるんですね。日本経済新聞社の日経と CSIS と一緒にバーチャルシンクタンクというのを作っていると。はい。で、そこで、日本側のアドバイザー座長っていうのは北岡伸一さんもよく出てますね。東京大学の大学院の法学部。で、こういった人がいるんですが、政治家の中心っていうか、ツートップが石破さんと、当時、まあ、前原さんは民主党だったわけですが、政調会。前原誠司さんだったわけですね。で当時立民と国民民主分かれる前の民主党ですか。そうで、しかも与党だった時代ですよ。そういうことか。はい、与党側の前原さん、大臣の前原さんと石破さんがツートップだったんです。2011年ね。ここに私は大きな鍵があると考えてるんですよね。まず2011年は 3.11 があったでしょ。で、政治家も経済人も、まあ、みんなねビビったんだと思うんですよ。何か、まあ官内閣だったわけだけど、何か言うこと聞かないのか、ハンドリングができなくなったからか、やったわけですよね。おそらくね。で、そういった中で、その年の9月から、まあ、この日経 CSIS バーチャルシンクタンクというのができるわけなんだけれども、まあ、イエズス会が作っていて、そこに選ばれているということで、そして、もちろんもう一つ知名度を上げた理由っていうのは、当然総裁選に出るってことはテレビも映るから知名度上がるね。で、それも戦略的に入ってたと思うけど、2021年の9月の自民党の総裁選は、小泉進次郎君が河野太郎を支援して、石破さんと組んで、小石川連合があったじゃない。これ3人とも CSIS ですよ、キーワードが。で、進次郎君は、CSIS で、のワシントン DC で、日本語がわかる方の下で働いてたんですから。CSIS で働いてたってね、結構情報通の方はご存知だと思うんですけど、当時の進次郎さんの上司はアメリカ人ですけど、日本語ペラペラだったらしいです。そうなんですよ。ね、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、マイケル・グリーンですよね。で、マイケル・グリーンはね、まあ、彼が本当に言ったかどうかわからないけど、日本の総理はバカにしかやらせない。と言った方で、そして私、進次郎君がなれなかった理由は、失速したっていうのは事実で、だからもう本当にちょっとバレちゃったっていうね、それが事実だと思うんですが、もう一つは、この頼りになるはずのマイケル・グリーンさんが、彼は CSIS のアジア担当上級副所長兼日本部長なんですが、今は基本的には、オーストラリアのシドニー大学のアメリカ研究所長なんですよね。うん、シドニー在住なんですかね。おそらくそこがベースだと思うんです。ね、だからちょっとね、ダメだったのかなって思ったり勝手にしてるんですが。バックアップがちょっと弱かったと。そうそう。それでよく言われてるのがジャパンハンドラーのアーミテージとね、リチャード・アーミテージとジョセフ・ナイ、うん、このハーバード大学の今は特別功労教授っていうタイトルなんですけど、このジョセフ・ナイさんってソフトパワーという言葉を作った方で、これが面白いんですよ。ソフトパワーとは他人に自分が望む結果を望ませることであり、人を強制するのではなく取り込むこと、ね、でソフトパワーは他人の好みを形成する能力にかかっている。ソフトパワーは魅力を生み出し、魅力は従順につながる。だからこう押し付けるんじゃなくて「ってオルフしていく、これをその方法を教えたのが、ジョセフ・ナイなんだけれども、流行を作る雑誌みたいな感じですかね。これが流行ってるよって言ってみんなを取り込んでいくっていうね。そうでこういった人たちのもとで、好かれてたかどうかは分からないけど、やっぱり石破茂氏はうまく渡り歩いてたと思われるのが、2020年に日経 CSIS バーチャルシンクタンクがフォーラムをやってるんですが、そのフォーラムの時に上級アドバイザーという肩書きだったんですよ。偉いですね、すごく。そうだからずっとここにうまく入り込んでいるということが私は分かったので、それを含めて次は石破かなって思っちゃったわけですよね。そしてソフトパワーと一緒で、高市さんとかは彼らからすると取り込めない人なわけですよね。厄介ですよね。そう。それじゃダメなんですよ。だから本当に「はい」って言って「へいへい」って動く人を求めて。でじゃあ石破氏は本当にそういう人かって、そこについて私ちょっとクエスチョンなんだけれども、だけど少なくとも進次郎君あまりにもあれだし、もうちょっと残しとかなきゃいけないっていうのもあったと思うし、前原氏はあちこちうらうら動いてて結局今もまた今度は維新に入るのかな。どうなんでしょうね。立民とはもうたもと分かってましたからね。 それで国民民主いたけど党首にならなかったでしょ。そうかそうか、国民民主だ、ごめんなさい、立民じゃなくて国民民主とたもと分かってでしたね。そうでうらうらしてるから、これあかんってことで、やっぱりそうなると、石橋でやって行くぞっていうような流れがあってもおかしくなかったんじゃないかと思っていて、さらにねこれを見ていただきたいんですが、この2011年からの時に選ばれたメンバーのその2人ツートップ以外の自民党からね、岩谷さん、今外務大臣だったでしょ、それから進次郎君でしょ、この年2011年にヤンググローバルリーダーにも WEF のそう選ばれてるんですね。で斉藤健さんっていう方は経産大臣やってたんだけど、今回総裁選に出たいって言ったけどダメだった人ね。そして西村さんはもろ安倍派で、だから捨てられたと思う。今回非公認でしょ。だから CSIS の手洗いね、君はもういらんっていうのがあって非公認になったんじゃないかと思うんだけど、一応裏金ということね。そして林芳正氏も、ね、この方もずっといるでしょ。だからここの中で名前出てくる人っていうのがなんやかんやっていいところに今上がってきてるんですよ。だからワシントン DC の CSIS と、ジャパンハンドラーと、そして、ジャパンハンドラーはだから、エーゼス会の CSIS の。で欧州の世界経済フォーラムと経団連などが総裁候補とかそう重要な人間を見繕ってるんじゃないのかなって思ったんです。オルグしてるわけですね。はい、今日はねたまたま名前出てきませんでしたけど、当然その中にデマ太郎も入っているし、そうですよね。そうでデマ太郎は特にジョージタウン大学の方とか、俺が本家本元だって思ってんだと思うけど、性格が悪いと顔が人相が悪くなるし、やっぱり我が強いもんだから。ノーコントロールでしょ。ソフトパワーでこうオルグできない類の人間だから、今回はステイシー、中でステイシーにさせられたんじゃないかなっと思うんですよ。そうするとまとめるとですね、この間の総裁選、最終的に石破さん勝ちましたけど、小石川がいたじゃないですか。はい、で、一番最初からもうコバホークがいたりなんだったりで、高市さん潰してやったことはもう、最初から最後まで高市さん潰しだったのはもう明確ですねと。そう。で、向こうの中に小石川さんにいるんだけど、まず、デマ太郎は早々にもうこいつはダメだなと。うん、で、おそらく僕の勘は、もうその、あっちの本命は進次郎だったんだろうけど、途中まで。だけど、いろいろバレちゃって、失速しちゃったんで、もうやむなし。じゃあ石破で行くかという話になって、その高市さんとのところではかなりいろんなこう工作といいますか、力学が働いた結果として、予想通り石破さんが総理になったと。こういう流れですね。私はそういうふうに考えてんですよね。そうだと思います。そう。やっぱりとにかくね、総裁選だからって自民党と党友とかそういうところでね、県連とで決めてるってみんな思ってるけど、そういうところにもいっぱい工作が入ってるわけですよね。だからもう、それはもう長い歴史の中で入り込んでるんだし、で、決しての日本人でも実はそういう工作の人っていっぱいいると思うんですよ。だから、そういう力学の中で、石破さんになるんだろうなっていうふうに途中から思って。でもこういうね、情報を得る人が一人でもどんどん多く増えて、多くの人たちが、あ、そういうことなのって分かり始めたら、さすがに工作もある程度までいけば効かなくなると思うので、やっぱり知る人を増やしていくことが大事ですよね。そうだと思うんですよ。その上でね、ダボス会議のクラッシュアブとかはね、選挙なんかもうやる必要ないと、もう上に上がる人間は決まってるんだからみたいなこと言ってるわけですよね。だから彼らから俺が決めているっていうね、それぞれ。でも結局ダボス会議側のヨーロッパ側とその CSIS 側と同じような人を推薦してるから、欧米のディープステートと言われてる人たちというのがやっぱり日本をね、上に上げていく。いろんな訓練をしてるというのは事実だと。でそこはイエズス会が絡んでいるよと。はい、やっぱり CSIS ジョージタウン大学っていうのは本当に特にジョージタウン大学イエズス会の大学の中でもトップっていうかでちなみにニューヨークにはフォーダム大学もあるでしょ、でそこはあれですよトランプさんを卒業してるしトランプさんの娘とか次男をジョージタウン大学だから、なるほどね、だからイエズスが絡んでないと私は大統領選には出られると思えない。なるほど。はい。そんなわけでですね、放映される時期にもよりますけど、総裁選があって、おそらく総選挙よりは前に、これ放映されるんじゃないかとは思いますけれども、こういう裏側があったんじゃないかという、川添さんの、推察でございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけで、本日も皆さん、ご機嫌に中居真央。表の情報もなかなかこの世の中見にくいですけど逆に裏の情報いろんな情報を川添さん発してくださっているわけですが今度11月9日大経連の九州支部の主催のイベントでですね天神で川添さんと古賀のそれぞれの講演会の後に対談という形でですねダブルで講演会をさせてダブルでといいますかお付きで私はお邪魔をさせていただいたので川添恵子古賀誠講演会概要欄に貼っておきますのでよろしければぜひともご参加をいただければと思います。で私に合うのはリアルな世界だっていう部分ではやっぱり経済人の人特に中小企業の経済人って面白いんですよ。例えばウクライナロシアの戦争に関して保守は大きな間違いをしましたよ。リアリズムがない結果そういうことになってしまったわけですよ。日本全体が同じ方向に向かされているマスメディアによってね。日本人はもう本当に良くも悪くもお人よし日本以外に出るとほとんどはそうじゃないよっていう我々と彼らの違いを知ることがまずとても大事だと。どうしても世界は今お金の力で動いちゃってるとこあるからディープステートって何ですかって言われたらお金をね持って世界をゲームメイクしてる人たち世界が同じメニューで動いてるってことは多くの皆さん分かると思うんですよ。マスクをしなさいとかしなさいってことを含めてだからそれを誰がメニュー作ってるのか日本はまだ80年代90年代そういうタフネゴシエーターもいたんです。でもことごとく変な死に方をしたり、結果的に骨抜きにされてしまったと、やはり情報っていうものがこれから生命と財産を脅かす可能性もあるということは、やはりぜひ皆さんには分かっていただきたいなと思います。結局その情報なんですよ。